ブンブン丸頑張れ。いないから。ブンブン頑張れブンブン。マジか。お前。はい、シャガパ置いて、シャガパ置いて。おもちゃはその市場を目指すとしたら、あれって国内よりやっぱり海外の方が今。今はいや、うん、ばあちゃんに限らなくて全部、まあ、そ皆さん多分そうだと思うんですけど、そうですよ、うん、欧米メインで考えてる、考えざるを得なくなってしまいますよね、はい、まあ、格ゲーに限らないと思いますけど、格ゲーに限らない。だからこれで、ね、言うとなんか妙な場所で炎上するから、あんまりここしばらくは言ってなかったんだけど、毎回、まあこれ別のテーマの時に言えばいいのかもしれないけどね、その、国内でね、やっぱ盛り上がれば一番何でもいいんだけど、今、開発費ってすごく高騰してて、はい、みんなが思う以上に、これめちゃくちゃ上がってるらしいですね。割とあらゆるタイトルですよ、うんうん。みんながよく知ってるあのタイトルもこのタイトルも、ものすごく開発上がっていってるんですよ。国内だけでなかなかペイしないですね。うんうん、あの、国内だけでがっつりペイしてるタイトルの方が少なくなってるはずですよね、青木さん。そうですね。これ間違いないですよね。間違いない。うん、だからこれは業界全体そうです、うん、実は。だからでもそれ言うと、なんか国内盛り上げようとしてないとか、日本国内無視してるとか、そんなことね、こんなタイトルがあるって、たった、その少ない方の反証でこう、持って言ってくる人が結構多くて。いや、わかりますよ。だから、そう、僕らも日本大好きで、国内で。盛り上がってた頃も含めて、うん、一番そうなると一番そうな足元で一番売るのが一番いいんですよね、うん、この業界なかなかそうももういかなくて、うん、今はもう世界ワールドワイドで市場としてやっていくし、うんうん、もう売れ方の数が違いますから、ね、まあですよね、うん、敵なんて、この間カウントしたら前まで 5% 以下っていう表現してたんだけど、リアルにカウントしたら 3% ギリギリあるかないか、うん、国内市、日本の市場ですか、うん、鉄拳関係ですね。じゃあ他の、じゃあそれ鉄拳だけだろとよく言われるんだけど、俺、皆さんね、いろんなタイトルの担当もありますから。もう。それはもうストリートファイターもね、日本はしばらく前に 10% で。でしょ、はい、ストリートファイターでもそう、はい。鉄拳はもうストリートファイター、ヨーロッパではストリートファイターで売れるので、うんうん、そうなるともう、まあ、うち出してるプラットフォームの数も多いっていうのはあるけど、本数は結構出ちゃう。うん、まあ、本数出るとやっぱ薄まるね、日本は。どんどん。ね、ああいう、これはもう世の中知ってることが全然言っていいことだけど、例えば、テイルズっていう、テイルズシリーズって RPG あるでしょ、はいはい、あれまあ実は俺もちょっと担当してたんだけど、ね。あれなんか完全に国内向けのタイトル見えるでしょ、お、見えますね。見えます。あ、半分以上海外でしょ、ね、あ、だからしかも最近じゃないですよ。ちょっと前からもうそうなってます、ね、うんうん、何年も前から。半分以上、50、つまり 50% 以上は海外になってますよ、すでに。だからってことを想像してもらえば分かるけど、ああいうドメスティックに見えるタイトルでさえそうなわけでしょ、うん、ってことを思えば、こう、世の中にあるたくさんのタイトルね。そうそう。そうですね。もう、そら。ばあちゃんも多分国内 10% か 5% ぐらいですね。でしょ、そうなんですね。ばあちゃん入ったってこと、ほら。ばあちゃんこそやっぱ国内の人が多いっていうイメージでしたもんね。そうドメスティックタイトルって言われたのに、はい、ばあちゃんの今回のこのデータでさえそうなってるわけでしょ、うん、そうそう。で、僕はあの、エルデンリングも担当してましたけど、うん、エルデンリングなんかも今ものすごいですよ。うん、ものすごい売れてますけど、うん、まあ、もうびっくりするぐらいの比率で。うん、そらもう、だからそう考えると、その、欧米人が考えてることとかを、僕らちゃんと理解しなきゃいけなくなってくるんですよね。だから、青木さん、そのターンが、うん、だ失礼な言い方すると、そのターンが今来てるって、やっぱりだいぶ、いや、だいぶ俺からすると3週半くらい後ろから。まあ、今そこ今の。いや、あの、他タイトルではそうなんですよ。バーチャファイターももうそういう時代になってるっていうのが、うん、改めて分かったというか。ゲームセンターを失いつつあるわけじゃないですか。で、その、こういう、しかもコロナが追い出したからですけど、ゲームセンターっていい場所だったんですよ。さっき言ったように、はいはい、若い時にちょっと体験できる場所だったんですよ。これを失うでしょ、うん、家庭用に閉じてるでしょ、うん、そしたらわざわざだって駅前にみんなで学校帰りに集まったら格ゲーがありましたって世界が、家に帰っててわざわざじゃあ格ゲーを選ぶ必要は、まあ選ぶ人もいるけど、選ぶ必要もないわけじゃないですか。うん、そんなところに、そういう学生時代の、
あいつが強い、これが強いって体験をせずに、どうやってこの世界に入っていけばいいのって道筋が、を我々は失おうとしてるわけだから、ここに対してはすげえ考えなきゃいけないことが多いわけですよね。だから、アメリカなんかそれ来るのが早かったんで、モータルコンバットなんかはどうしたかっていうと、モータルコンバットもともとゲームセンターの台頭ですよ、だって言うたら。あれが一番ビジネスとして大きかった時期もあるぐらいなんですよ。でも早々にゲームセンターがなくなったんで、早々に家庭用に行っちゃったわけじゃないですか。そしたら彼らがやり始めたのはやっぱりいろんなキャラクターね、あの映画とか。ああ、はい。また今度も。そう、うん、大人の、ね、お父さんの世代のヒーローを出したり、子供の世代にも知られているヒーローを出したりすることで、親子でこう対戦できるような、うん、対戦とか親子で遊べるような、うん、どっちかって言ったらその、時戸みたいなコンペティターのゲームというよりかは、うんはい、むしろちょっとファミリー、うんまあ、まさに家庭用に寄せていったわけじゃん。うんまあああいう残虐表現はあるものの、まあ、向こうは向こうで大好きな人多いですから。しっかり一人でね、そうそうそうストーリーモードみたいなものを充実してるのが猛根ですよね。だから猛根ってあの、発売されて、大会とか1年間バーってやって、2年目とかはそんなに確かに大会とかの数が減るけども、売上本数で見たら結構、すごいわけでしょ。うん、あ、はい。じゃあ、あれじゃあ、じわ売れも結構してるんですかね。あれするんだよ。あれ値下げするとさらに売れるから、あの本数で言ったら全然ストリートファイターとかって急に売れちゃうんで、売れますあれ、今はその。1100、200ぐらい。1対1のヘッドトゥヘッドで一番売れるタイトルになってるのがモータルコンバット。あ、そうなんすね。だからあれはもう大したもん。まあ、ただやっぱアメリカで一番売れてるっていうのはあるけど。それはね、もうあれ。だから、ストリートファイター6がこの、いい、ちょっとなんていうんですかね、材料というか、と言わせてもらうとちょっと失礼かもしれないですけど、どうやって展開していくのかなっていうのはすごい興味あるんですよね。いや、まあそれ勉強、僕らは本当同じ悩みがあると思うんで。さあ、はい、大丈夫ですか、はい、熱い話のところに熱いたこ焼きが出てきました。ネギ塩のありがとうございます。もうね、こっちしたの話楽しくてずっと続けていたいから、いつ声かければいいかなって。僕らね、いろいろお話ししたんで、ぜひ鉄拳の今後、未来を。聞いてみたいなと思うんですけど、そうならないように俺今一生懸命こう海外の話をしてたとても勉強させていただいたのでちょっとその前にあの最近原田さんと結構仲良くさせてもらってて、あのよくリモート会議もしてる案件があるんですよ。でそれをちょっと紹介したいなと思って、うん、テレンテレン。お？あれ？お？これは彼じゃないですか。ちょっとちょっとちょっと。え？この時を待ってたぜ。マジか。よし、行くぞ。いや、行くぞ。っていうことなんだね。なるほど。すげえ。完全再現。すごいがもう鉄拳でした。すごい。オラオラオラ。バーチャルで戦え。リアルを超えろ。これは結構うわ来たここに背が来た。これは来た思い切ったことをすげーいやいや、本当ね、なんか、はい、なんかやりたいですねってこう春さんと前回お話ししてたことからこうちょっと進ませていただいて一瞬鉄拳のキャラそのまま出てるみたいな感じしましたね。技もなんかそれっぽかったですし、そうそう、僕らもその作っててこう、うん、まんまんじゃないかとかバーチャファイターらしさがなんか出せないからこう難しいなみたいな、あれ言うわよね、そうしたら多分そうなるでしょうね。もう絵がそうだった、うん、でまああの2キャラだけじゃなくてね、うん、他のキャラクターももちろん、実はたくさん、はい、まあ、ちょっと誰が誰になるのか。バーチャと鉄拳がコラボするのは初ですか。初めてかな。そうですね、しそうな話はありましたけど、直接コンテンツで絡むのは初めてかな、うん、タイトルコラボはね、タイトルコラボはしっかりとしたの今回初ということで、ようやくと、ってことはだからバーチャファイターまだまだ盛り上げる気があるということですよね。そうです、やった、ね、そんな
一緒に盛り上げていただける鉄拳さんの、うん、鉄拳さんって言っちゃった鉄拳さんって言っちゃった鉄拳さんその前に出てましたから鉄拳の、まあ、未来今後、はい、どうでしょうどうなんですかねでもやっぱりストリートファイターは5が出て、うん、鉄拳7の方が先でしたもんね鉄拳7の方が先でしたもんねアーケードだから、うん、そういう意味でアーケードでは先でしたね、うん、でストリートファイターが今度6でも家庭用では同じぐらいですかああそっかえ鉄拳の方が早いってイメージですけどねじゃないセブンの方が早いかもしれないですね、うん、鉄拳セブンの方があれ、ストリートファイターの方が家庭は早かったじゃないあ、そうですか、うん、あ、そうですでも違ったっけいや、あれ分からなくなっちゃったでも、俺のイメージは鉄拳は2017に家庭用ですよそうだ、鉄拳はねセブンで、ストリートファイター、うん、は2016ですね10でしょ、うん、だから1年早かった先ですねそうそう、うん、でとはいえ、うん、まあそろそろそうですね、ああいう過去作もだから同じように被んないようにしてるんですよ、ちゃんと。うん、ああ、みんなね、空気読んで。同じ年の同じような、はいはい、同じような夏とかに出たら、発表とかもじゃそうなんですよ、ね。お互い潰し合っちゃうでしょなるほど、なるほど。あ、だからそれも一つね、ストリートファイター6発表されて安心材料というか、はい、あもう絶対被らないなって押し出すんだとしたら。いや、あの別に談合とかじゃないですよ。談合とかじゃないと、お互いの空気の読み合いっていうのがあるんですよ。それはそうっすよね。うん、なるほど。あの、今だから言うけど、まあ、もういないからね、あの人、あの、某王さん、小野さんね、が、それと入ったらこの日にこんな発表大事なやつやるねんって言ってきたら、俺ら実はその時にこんなこと重大発表しようとしたらよ、どけるかっつって、うん、どけてたんだよ、うん、そう8割ほぼうちがよけるそう王さんここだけっていうのは向こうにどけてもらうみたいなへえそういうもう俺は格闘ゲームの始祖としてのストリートファイターというか、うん、カプコンさんはリスペクトを持ってるんでそれはね商売の規模とかねそのマーケティングの規模とか会社の規模で言ったらバンナム結構強いですけど、うんあ、そういう問題じゃないだろうと、うん。それは敬意を示さなきゃってことで、うん、なんとそんなことが、経営判断というか、その、ね、影響するんですよ。で、どうなんですか発表がこの前、ストリートファイターされて、されてですね、じゃあ、過去的にどのぐらいずらしてたんですかね、鉄拳さん。いや、それはもう時と場合によるんですけど、いや、わかんない。だから、そもそも俺ら、次作ってるとかどうか。いやもう絶対作ってますよ。これは絶対作ってるじゃないですか。うちはほら、もともと皆さんね、割とバンダイナムコって割と任天堂のタイトルも意外と作ってたりするじゃないですか。ね、スマブラも、はい、そうですね。弊社でやらせていただいておりますし、もうそっちに関わってるかもしれないと。ね、ポケモンのタイトルとかもやってたりもするんで、うん、結構忙しいです。やっぱ新作の話はガード高いな。いやでも忙しいとはいえ、やっぱ期待値高いですから、ね、鉄拳ブランドは。言えない。言えない。言えない。武田さん、最近、あの、はい、ご本業の方は忙しいですか？たこ焼きですか？たこ焼きは忙しいです。声優たこ焼き昨日神戸でやってましたけど、はい、声優はもういろいろと、もちろんゲームの収録もやってるけど、アニメも外画も。ああ、なるほど。忙しそうだな。言えない。今年でもね、まだ始まったばっかりな年じゃないですか。まあ、まあ3月とはいえ。で、これから、その、海外も含めるとね、イベント、ショーっていうのは結構あると思うんですよ。まあ、そこに多分、ストリートファイターさんも、鉄拳も合わせていくんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。8月にエボリューションありますもんね。で今回の久しぶりに9月 TGS もオフラインでやろうぜっていう話も出てますし、出てますね。まあ、その前にゲームズコムがあったりとか、はい、E3 もあったりとか、うん、なんで僕はまあそうあってほしいなっていこう、うん、そうそう要望も含めてね。今なかなか東京ゲームショーとかこう情報のこう初出しの場所になりにくくなってますよね。そうですね、うん、どっちかというと先に海外の方で出して、うん、あの国内ファンの方に体験してもらうような、そう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 、来てもらって体験してもらってるんですね。さっきまさに言った話で、はいはいはい、結局どのタイトルも、はい、まあ、海外
こう発信になりつつあるわけですよ、うん、でそれが来るのが拡充が早かったってだけで、うん、今回ともそこら早からやっぱそうなってるので東京ゲームショーがなかなか中心になるってことなかなかないってなってますよね、うん、だって発表初出する時もその日本時間だけで考えられないですから、うん、そうどうしても時差考えて、うん、ワールドワイドでこの時間がいいってなるとなんか日本だと変な時間に発表したりとかするんですよ、うん、おそらくスイートファイター6も多分そういう時間にしたんだと思うんですよ、うん、そうなんですよ。でその時間の設定はね海外のそうですね部署が、ま、こうセットし間違えて、なんか、6時間ぐらい早く出るとか。そう。AM と PM 間違えるとかね。よくあるとか。すげえありますね。ありますわ。オリジナルファイター5のね、初出なんかも、そうだったじゃないですか。どんなんでしたっけ？あれ、最初にこう、俺が聞いてたのよりも、なんか、2日ぐらい早いなって。それもう、ちょっとのズレじゃないですね、2日は。ツイートされてたんですよ。はい。で、その時見たら、YouTube 見たら、まだね、18回ぐらいしか見られてなかった。うん、社内関係者しか見られてない。俺は、その時頭が切り替わっちゃって、俺おかしいな、俺が知ってる発売、うん、あ、発表日と、2日ぐらいずれてるけど、っていうのよりも、え18回以上回転しないのまずくねと思って。俺はダメだ、俺はリツイートしないと思って。俺はツイートしたんですよ。ダメダメ、ツイートしちゃダメなんだ。そしたら、うわーって回り始めて、よしよしと思ってたら、小野さんから連絡があって、最悪ですわーなんてことしてくれんの、どこどこが間違って出してましたはいはいはい。それを原田さん拡散したんですね。拡散してるから、原田さんとそのリツイートされまくってるツイート、それを探すかって言ったら、消します何年前だろう、ほんとにあるある、何年も前ですね、もう6年前とかですよね。土日とかに発表すること多いでしょ、はい、土日発表はいちいち出社してツイートするのめんどくせえから、あー、はいはい、ツールとか使ってタイマーでセットしていく人がいるんですよ、ね、ああはい、そしたら間違うんですよ、日付とか時間とかをそうだから大事なやつは俺はそのタイマー使うの禁止って言ってる、ね、手動ですね、やっぱね。復旧するのもちょっと時間かかりそうですもんね、うん、会社行かないといけないですから、めんどくさいでしょ、土日出社するの。だから、まあ、なんか俺担当だけど、土曜日の24時うわーっつって金曜日の帰りまでチッチッチッてやっていっちゃうんですよ、うん、それは分かんないですよ、格好のケースは分かりませんね。そういうのは結構あるあるなんですよ、業界あるあるで。だけどね、あの時も俺がツイートしたけどあんなに拡散しなかったんだなと思って俺だいぶ炎上に反してたんだ18でしたからね、18の時点でやったから18回転で関係者がほぼほぼチェックしたぐらいの、そうですよね、回数で俺が広めたからね、うん、さあじゃあ新作ってトークテーマもいいですか、うん、なんかもう全然歯切れ悪い感じでしたけど、何コメント、なんかやって作ってて忙しかった、あれですよね、あの作ってる作ってないかは置いといて、その原さん的には作りたいとか、もちろんシリーズを展開していきたいっていう思いはもちろんですよ。ここで俺がいやちょっともうしんどいでもうな、7すごい売れたしもういいかなって言ったらどうなると思うんですか。いや一応でもそのコメント欄あればくりです、分かってることなんですけど、原さんの口からみんなお聞きしたいんですよ。いやそれはうん、珍しいっすね。ねえ、そのごもごも初めてですよ。ね、原さんは。だから、ワールドファイター6は、うん、全然僕が作ってもいいですよ。全然そういうこと。原さんが作ってもいいんだ。作れるもんなら作ってもいい。一回作ってもいい。一回作ってもいい。でも、なんかやっぱその格ゲーを盛り上げるために新作が必要っていうのはみんな同じ共通なので。いや、そうでしょ、うん。昔だったらポンポン新作出してたんですけど、なんか今一作のこう売れる息が長すぎて。うん、はい、まあ、さっき そのちょっとね紹介させてもらった鉄拳とバーチャファイターのコラボじゃないですけど、まあコラボに限らずなんかまあ大きいこう一つプロダクトを作るっていうのをみんなでやってみてもいいかなって夢ですけど、うん、思いますけど ね僕何年も前からありましたね結構言ってるし、具体的にどことは言いませんけどファーストパーティーと一緒にちょっと動いてた時期もあるんですし、うん、ただこれねクリエイターは揉めないんですよ、うん、ちょっとやっちまおうと、うんうん、そのオールスターズじゃないけど、うん、オールスターズって言うとなんかセガさんのあれ思い出したけどなんか逆にちょっとキングオブファイターズってでもいいから、う
あの、いわゆる格ゲー界のキングオブファイターズみたいなものを作るって、ちょっと面白いじゃないですか。それは 2G だか 3G だかどっちもいいんですけど、を、あえてどこが作るとかってあるじゃないですか。だからそういうのをちょっとやってみるのもいいし、こう、共同出資した会社作ってやるとかにも面白いかなってやるんだけど、ここで割って入るのはクリエイターじゃないですね。やっぱ政治的な、そう。ところでどこがハンドリングするかでやっぱ大人が揉め始めるので、だいたいダメになるのをもう僕はここ20年ぐらいでもう、ああ、これはダメなんだこれやと。全員が独立した会社のこう、なんだろうな、こう、一族経営みたいな会社を作らない限りは、無理だなと思って。いろんな会社のいろんな偉い人とかいろんなステークホルダーとかいろいろ言ってますね。でもシリーズ背負ってなくてもいいかもしれないですよ。もう全く完全新作で。なるほど。3社でやりましょう。でもいいじゃないですか。なるほど。うん、シリーズ背負うからめんどくさくなってます。そういうタイトルってなんか盛大にこけたりしますよね。そう。いいじゃないですか、こういうの。フルスイングできればいいじゃないですか。俺も確かにもう、年齢的に考えたら大こけしてもいいかもしれない。今までっきりフルスイングして空振りでもいいから。それいいかも、最後でも。フルスイングしたいっすっていう。燃えろって最初につけてる。燃えろ。燃えろ。びっくりマークよ。通じる世代と通じる笑ってる。わかんないか。燃えろって、わかんないあ、ほら知らない。ここがギャップだ。36歳で通じないんだ。いわゆる、萌えプロって知ってる40オーバーじゃないですか。萌えプロって聞いてなんかピンとくる。わかんないっすね。この話題めっちゃ面白い。萌えはプロ野球ってゲームがあるんですよ。はい。ファミコンの。なんかすごいバグばっかりだったっていう。ああ、そういう知識はあります。青木さんの世代とか、うん、まあ、ちょっと俺なんか全然年上だけど、うん、でもまあ、世代で言うと青木さんぐらいまでは全然通じるんだけど、萌えプロというのね。ね。愛すべきクソゲーの、はいはいはい、愛すべきクソゲーなんですよ。あの、ガチで試合やるとあれ何時間ぐらいかかるんですよ。本当の野球の試合より長いんだよ。本当にやると。そんな野球ゲームあるんなんで長くなるんですか。いや、めっちゃ長いんだよ。リアルなんですか。リアルで対戦すると、本当のプロ野球より全然長いね。萌えプロっていうのは。うん、バントがホームランになってる。あ、そう、バントがホームランになってるのはよく紹介で見ます。バースが、バースがこうやってます。あのね、面白い野球ゲームがあってね、野球ゲームって名作クソゲーが多いんだよ。うん、だから、燃えろってつくと嫌なの。じゃあやめましょうよ。この世代は燃えろってつくと、あーってなる。じゃあつけない方がいい。うん、俺はじゃあもう、アキラで行くよ。アキラ？だって号機ないんだもん。アキラ。うぬに負けるわけにはいかん。俺はうぬくで行く。おっ。ステージはランダムで。ランダムで。目押し。でも目押しできちゃう。1回戦第1試合。うわ、俺まだ技久しぶりに思い出してる。かけとらです。ジャイアントスイングで。うぬん。一瞬戦撃で。これは青いステージですね。うん、青いステージだ。おなじみの。男の一本勝負やべ、緊張する。でかいな。ブンブン丸頑張れ。いないから。いない。ブンブン頑張れ。ブンブン。よくいない。あ、恥ずかしい。これブンブン回せ。ブンブンさんに。おお、マジか。お前お前お前、はい、シャガパン置いて、シャガパン置いて。そうパンチ置いて。はい、1箇所置いて、そう、うまい、K ランド。え、技が出ない。ファイヤー。やっぱさすがだね。さすが。ここに入れてるつもりが上行ってる。さすがプロゲーマー。うわー、10年早かった。ありがとうございました。ありがとうございました。順応早いね、やっぱり。さすがだ。はい、さあ、決勝戦。さあ